はい、こんにちは、人造です。いやー、皆さん、申し訳ございません。録画ミスをしてしまいまして、ガチャのところ、ちょっとガチャを引いてるところが録画ミスしてしまって、撮れてなかったんですよね。本当に申し訳ない。すいませんでした。で、まあちょっとガチャは引いたんですけど、1日1回無料のやつ。で、引きまして、で、引いて、まあ、四つ葉が当たったんです。結果的にはね、星3の四つ葉が当たったんですけど、で、それで、5等分パズル、これ、メインストーリーを進めていこうっつって、今日はお休みっていうところをやってたんですけど、録画ミスしてしまってて、これをね、と、あの、途中でさ、録画ミスが発覚したところから、あ、録画ミスしてんじゃんってなったから、途中で諦めたんですよ。途中で諦めて、ストーリーをスキップして、で、パズルを諦めて、またこっからやり直してますね。よし、じゃあこっからやっていくか。いやー、申し訳ない、すまない。本当にすいませんでした。で、ストーリーは、まあ、スキップしないでいこう。勉強日和。ちっさ。声ちっさ。ラジオの声ちっさいね。っていうくだりを何回もってか、一回やったぞ。で、日曜日、俺はこの日をずっと待っていた。今日は丸一日休み。5つ子のことは忘れて思う存分勉強できるぞ。で、これなんだ？ x プラス b マイナス x イコールマイナス b プラス b 二乗 b の二乗マイナス。ああ、これなんだろうね。なんか二次方程式かなとかっていうのを思い、くだりもやってた。お、この公式、教科書には載ってないが、あいつらに教えておいた方が良いな。それに、この問題もよくできてる。これなら四つ葉でもよく理解できてるかも。めっちゃ簡単。めちゃめちゃ障子ってか、タンスの襖破れてんな。お、この問題はミクが。って。何やってんだ俺！立派な家庭教師か！で、こういうね、このボイスっていうの、この声を、声優さん、実際の本当の風太郎の声優さんの松岡忠嗣さんだったっけに、寄せて、声出してみましたっていうのも、ちょっと一回下りでやったんですよ。で、はってなって、借金取りか。金ならねえぞ。はい。いつきちゃん。いつきちゃんの声めちゃめちゃいいね。そうです。俺ね、結構2日前かなんか、それぐらいの時に余談なんですけど、5等分の花嫁のイベントがあって、それのさ、YouTube のあれ、切り抜きみたいなのを見てたんですけど、めちゃめちゃ面白いね、あのイベント。普通になんか、いいなと思って、あの会場普通に行きてえなと思って。なーに？お渡しするもの。はい、お金ね、お金。お給料、はい。ああ、なるほどね。お1日5000円を5人分。計2回で5万円。いや、やったね、これは。これはいいね。手柄っておかしいか。なんか、すごい頑張った感じあるね、これ。すごい、やっぱりさ、働くってなったら、あれなんかな、働くってなったらっていうか、働いたらすげえ、お金のありがたみとか、ね、わかるよね、やっぱり。すげえ、これなら借金もあっという間に。受け取れねえ。確かに、お前たちの家に2回行った。だが、俺は何もしてねえ。これはきついね。いや、そう、妹ちゃんの前で、ライハちゃんの前で言われると、これはきついわ。あの誤解は解けただろ。何もしていないことはないと思いますよ。5人の何かを変え始めています。いいね、これ。いいね、これって。めっちゃ感想が小学生だったけど。5人。あ、そうね。いつきちゃん含めないで4人か。ってことか。
で、GU と、GU と、ユニクロではないと。GU、GU って、そう言われても一体何に使えば。レハ、何か欲しいものあるか。で、続きますよと、第2話に。いやー、録画ミスしちゃったの、本当に申し訳ない。さあ、やっていくか、俺のパズル。俺のパズル。青を消すのか。青を消していこうか。で、まあ、こう消しますよね。まあ、結構黄色を消していくかな。黄色を消していこう。で、まあ、緑消して。あ、ちょっとミスった。ちょっと今さ、指が引っかかった。すまない。すまないっていうか。ちょっとミスった。これで青。青を消していこう。青を消しまして、青を消して、紫消して、で、赤を消す。なんか、俺の実況好き、今の実況。青上げて、白上げてみたいな。赤下げないで白上げるみたいな感じだった。で、本当にそうかな？使いまして。まあ、緑になっちゃうんだよ、これ。これがどうなんすね？どうなんでしょうか？どうなんでしょうか？ちょっとこれ、使いどころってか、わかんないね。この盤面だと、この条件だとちょっと、使いどころがちょっと難しい。これはめちゃめちゃいいスキル。このスキルがマジでぶっ壊れてるな。オッケー、9連3。こうかな？これちょっと四つ葉ちゃんドロップ消しまして。で、青を消せるか。ミク消して、ミク消してというかミクを繋げて。で、こうでしょ？オッケー、これで、あと9か、残り9か。ちょっとまずいな、これ。ちょっとスキル使っていこう。なあ、ミスった。まあ、これ、これの使い方がちょっと、いまいち、うまく使えないっていうか、まあいいでしょう。で、まあこれも使いますよ。行儀悪い使って。そうか、いつきちゃんのスキルだから、いつきちゃんが使ったらさ、なんかさ、いつきちゃん以外の人がこの左にいた時にさ、やったといつきちゃんとか言うけど、いつきちゃんの時は、やりますよ、私、みたいな感じなんだ。かわいいね。めちゃめちゃかわいい。うわ、待った。これむずいな。ちょっと、青がさ、ばらけてんだよな。いけるこれ。いけますか？あと1コンボ。あ、1、あと1。これでさ、揃えて、あー、ちょっとあれか。待ってね。ちょっと待ってね。これでいけるんじゃない？いけるわ。オッケー。ゴートパスクリア、つって。いいね。そういえば、スケットさんとかのスキルを全然使ってない気がする。まあいいか。よし、やっていこう。動画時間が ?8 分か。じゃあ、あと1個進めよう。パズル1個進めて、で、メインストーリー1個進めて終わろうか。今日は。よし。で、パズル行こう。パズル行こう。オッケー。あー、ライハちゃんか。これ、ライハちゃんさ、難しそう、これ。めちゃめちゃ難しそう。おぺぺ作って、これ消すよね。消しまして。まあ、これも消して、クッキー、野生爆弾を消していこう。野生爆弾消していって、シャボン玉も消しとこうか。シャボン玉 OK、条件クリアしました。こんなんでいいでしょうか。で、クッキー消して、OK、3連鎖して、OK、いいね。あ、順調じゃない？なかなか順調じゃない？いいね、これ使って、これこれを消しまして、いやー、どうだこれ。ちょっとミスの一手かな？悪手だったかな？ネデロ会長かな？5消して、おーよっしゃ、おー、これスキルいいね。使って、これ使おう。行儀悪いですよ、使いまして。で、これはまあ適当に、こんな感じでいいかな。あ、違うわ。間違えた。こうかな。え、違うわ。え、できない。あ、こうか。すいません。バカさらしました。すいません。これ消しまして。オッケー、ライハちゃんクリア。で、あとは、これを、黄色、1個ミスった。黄色を繋げていこう。オッケー、消し、揃えまして。まあまあ、こんなんでいけるでしょうか。こんなんで。
まあ黄色をさ固めたいよね。黄色をさちょっと固めたい気持ちがある。いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これはこうしますよね。こうしまして、こうかな？お、13連鎖。13連鎖。インフルエンサー。OK。これで、これ使おう。あ、ミスった気もするけど、ミスでもないか、そんなに。まあ、いいでしょう。なんでもない使って、これは4つ消そう。5つか。5個消して。わーい！めっちゃコンボした。あ、待った待った。あ、待った待って。これか、こうかな。オッケー。いいでしょう。これで、いいね。結構さ、パズルも結構、まあまあ慣れてきましたわ。パズル結構上手くなってんじゃね俺。俺結構パズル上手くなってんじゃね知らねえけど。行きましょう。で、この、いいね。使ってっていうか、ね、さっきからなんか、口が回らなくなってきた。ステージ選択。で、これで、ストーリー1個進めて、パズルして終わろうか、今日は。よし、やってこう。一生の宝物。ほう。うおい、こんなシーンあったっけ？こんなシーンあったっけ？あ、なんかあった気がしなくもないな。はははは。やったな。いや、今さ、笑った、声っていうかさ、俺が実況したんだけどさ、めちゃめちゃ難しいね、笑う演技って。いや、声優さんってさ、いや、すいません、ちょっとさ、余談ばっかりで申し訳ないんだけど、声優さんのさ、笑い声の演技ってめちゃめちゃすごいね、やっぱりそう考えたら。はっ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 は。まあ、こんな感じ？こんな感じ？なんでお前も来てんだよ。うん。ああ、かわいい。めちゃめちゃかわいいな。こんな妹ちゃんいたらさ、こんな妹おったらさ、もう何でも買ってあげるわ、もう。もうフェラーリでも買ってあげるわ、こんな。わあ、これは行くざるを得ない。これは行かざるを得ないわ、もう。ね。これはもう仕方ないわ。断れよ。うん、かわいすぎます。わかる！いや、いい一枚絵。いい絵だな、これ。いや、いいね。俺もさ、なんだろうね。女の子とゲーセンとか行きてえわ。楽しそうですね、つって。なんか付き合わせって悪いな。うん。ライハには家の事情でいつも踏みかけてる。本当は、やりたいことがもっとあるはずだ。あいつの望みは全て叶えてやりたい。めっちゃ噛んだ。ちょっと甘噛みしてんな。うん。あ、あれって？まあ、知ってるけど。そう、プリクラね。それより、あっちの方が。ん？いや、このさ、いつきさんの声優さんの、さっきから本当に油断ばっかりで、本当にごめんなさいなんですけど、みなせいのりさん、みのせいのりさんだっけ？みなせ、どっちですっけ？どっちですっけだっけ？みなせいのりさんかな？がさ、本当にめちゃめちゃいい声してんだよ。全員、もう声優さん全員いい声なんですけどね。めちゃめちゃ好みの結構声してる。俺の。で、台使って、やっぱり、お前らだけで。逃がさない。いつきさんも。はい。わあ、いい笑顔。かわいいなあ、ほんと。ライカちゃんってめちゃめちゃかわいいね。いいね、家族写真。わあ、いいなあ。いいなあ。お前、なんて顔してんだ。笑えるな。あれ、これ、風太郎ってさ、風太郎ってか、今、楓太郎の顔ってあんまり見えなくない？なんか。全然顔出ししてないじゃん。全然顔出ししてないじゃん。なんか、ゲーム実況者みたいな。なんか、してんじゃん。素敵な妹や。いやー、これで続くと。さあ、第3話続きまして、パズルかな？オッケー。これはもう、勝ちでさえいけるわ、これは。もう慣れてきました。オッケー、これいきまして。で、3つ消して、お、いいじゃん、これ。これ、四つ葉ちゃんドロップめっちゃ消えてた。これいきまして。で、ライハちゃんは、下
下に行かせて、OK。このお邪魔邪魔くせえな、この。お邪魔トロップめんどくせえ。これ消しました。OK。クリアじゃない？早っ。クリア、あ、そうか。まだあれか。星のラインまで行かないと。あの、左下、左上の。これ消して消して。いいよ、いいよ。順調、順調。いや、さくら、そう、あのさ、四つ葉の声優さんのさくらあやねさんだっけ、あの声優さんもめちゃめちゃ声の幅っていうかめっちゃ広くてさ、そう、イベント見てた時、めちゃめちゃもう驚愕した俺。で、5消して、OK、これでいい、あー、待って待った。これで指離れた、指離れた。OK、これでいけた？ OK。あー、これ S ランク厳しそう。S ランク厳しそうだな。うわー、全然ダメ。全然ダメ。これ C じゃない ?C。B とかじゃないこれ。C とかもしかして。C じゃん。C か。まあいいでしょう。まあいいか。じゃあ今日はね、これで終わりましょうか。OK、めっちゃレベル上がったし。よし。じゃあね、こうってめっちゃ裏返った。で、まあ、この5等分メダル、この銀のメダルとかさ、まあ、もうちょっとで、あ、3000いくと思うんで、まあ、次はガチャ動画とか出せたらいいなって、まあ思うけど、ちょっとまだわからないな、それは。まあ、定期的に出していこう、この言葉図は。じゃあねー。